はいどうも、直進でーす。さあ今日は妖怪ウォッチ3すき焼きをやっていきます。よろしくお願いします。久しぶりに今日はゾンビナイトやってみようと思います。懐かしいな。なんか警察署の中とかじゃなかったっけ。あ、違うか、こっからそこまで行かなきゃいけないのか。アイテムボックスの中には何もない。ちょっと待って、ケータの装備とか見れないの？あ、見れないな。これ装備とかあったよね。あ、玄関こっちか。行ってみましょう。これで難易度がね。はい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 。まあ、とりあえず、A でしょう。いきます。A 難易度に挑戦。はいはい、OKOKOK。とりあえず見つからないように、目的地までは行きましょうか。てい！ワンパンワンパン。後ろからやればワンパンで。全然いけますね。全然余裕。結構遠いな。あぶね。オッケー。ああ。なるほど。横断歩道を通らないといけないのか。そうか。どこ。ちょっと待って。鬼がいるぞ。逃げろ。とりあえず逃げよう。もう、やばい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 。やべえ、ちょっと待って。結構 HP 減ってるよ。ちょっと生ハゲ倒せないな、これ。ちょ待って、全然倒せないじゃん。倒した。ちょっと待って、生ハゲこれ無理だな、多分。ちょっと待って、これジミー、これ難しいわ。こんな難しかったっけ。スクラップヤード来ました。わかった。これね、装備が足りてない。ハンマーが今レベル2で、アーマーがレベル3なのよ。で、バッグの中身も3つしか持てない。これじゃあちょっと、A ランクとかそこら辺には行けないよね。とりあえず、装備をまず集めてから、挑戦するようにしましょうか。じゃないと、これは無理だわ。勝てないもん。強いやつの攻撃も、全然耐えれないので。で、この、磁場ゾンビか。こいつも大体はワンパンで倒せるでしょ。これをワンパンで倒せないっていうのは、なかなか致命傷だと思うので、やっぱ、レベルがね、足りないのよ。アイテムも全然持てないっていうのも本当に、ダメ。これじゃ勝てない。あそこに行ったら終わり？どうやって行くんだ？あ、これ欲しい。なるほど。でもこれで終わりか？危ない！よし。終わり。はい、それでは戻ってきました。装備が足りない。そりゃね、あの装備だったら、A ランク無理だわ。まずね、装備、全部集めます。で、それから、
A ランク。で、S ランクもあったので、そっちにも挑戦していきたいと思います。なんか、重要なアイテムももらえたような気もするんだよね。はい。まあ、とりあえずやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。